こんにちは、サイクルウォークです。いつもご視聴いただきどうもありがとうございます。本日は3月26日の早朝、首都圏から緊急事態宣言が解除されて初めての週末ということになります。以前お伝えした通り飛行機輪行を計画しておりまして、それが今日本日なんですね。羽田から大阪は伊丹空港に行きまして、そこから神戸に自転車で行きたいと思っています。それで緊急事態宣言が明けたとはいえ、あまり大阪の道頓堀とか繁華街に行くっていうのはちょっと気が引けましたので、神戸に行ってポートピアとか北野とかですね、その辺のあたりの非常にこう風光明媚なところ、あまり人が密集してないようなところに行きたいと思っております。せっかくなので電車ではなくて自転車で行きたいと思います。電車ですと組み立てたりする輪行の作業が何回もかかるので、ちょっと手間なので、羽田までこれから自転車で走って行ってしまいます。約20キロ、1時間半ぐらいでしょうかね。それで今回のナビ装備はですね、おなじみのブライトン450にエクスペリア Z5、 こちらを装備してナビや Google マップに任せようと思ってます。それでは行ってきます。今は環七の柿の木坂というところです。まあ3分の1ぐらい来ましたかね。今この間紹介したところと同じ穴守橋、もう少しするとですね、このまま第3ターミナルまで自転車で行くことができます。そこから無料巡回バスなんですけれども、自転車をバスに乗せるために第3ターミナルのところで輪行します。だいぶ早く着いたのでゆったりできると思います。今日はラウンジにも入れるので、ラウンジで一休みしたいなと思っております。この辺もだんだん自転車道とか整備されていい感じになりましたね。天気も良さそうで、東京はさることながら大阪と神戸のあたりの天気も今日明日は良さそうです。自転車で来れるのはこの辺ぐらいまでです。あとはこの横断歩道を渡ったら、はい、こちらが第3ターミナル前の駐輪場ですね。規約を見たんですけれども、利用している方々が無料で利用できます。ただ放置はできませんということですね。ここからはですね、自転車で走って乗り入れられないので押していきます。はい、走行距離は 20.2 キロ、案外スイスイ着きました。本当カーナビのようで助かってました。 Google マップは親切でいいですね。知らない道を走るにはこの二刀流が一番かもしれませんね。あとは輪行のための分解収納です。はい、それではこれからちょっと自転車の分解をしてですね、輪行袋に入れていきますので、はい、もうすぐ終わりです。それでは試合をします。はい、これで終わりです。これからチェックインを済ませます。それではこれから自転車を特殊手荷物として預けて、身軽になって中に入りたいと思います。自転車なんですよ。わかりました。自転車電動ではなく手動のものでよろしいですか？はい、手動です。はい、かしこまりました。お預かりいたします。
入ってますね、はい。はい。はい。ざっとすぐ開きますね。このタクシー代とかの乗りとか書いてらっしゃいますか？書いてないですね。じゃあ、なんか確認させていただいてもどうぞ。手袋。こちら、高いもの。ライトです。あ、こちらの方ですかね。サイクルコンピューター。あ、ありがとうございます。いいですか、入れちゃって。はい、こちらって何ですかね。あ、これは、あの、ボトルって言って、あの、水筒です。あ、ありがとうございます。それはあの工具とかが入っているサドルバッグという。特にライターとかも入ってないです。機械物とかもないです。はい。ありがとうございます。じゃあやりましょう。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。自転車の預かりが終わりましたので、これから中に入っていきます。今回飛行機で輪行しようと思い立ったのは実は理由がありまして、こちらのためなんですね。これはですね、ある程度飛行機に乗るともらえるスイートラウンジっていうののご利用券なんですけれども、これが3月の末日まで、それしか有効期限がないので、滑り込みでなんとかこれを使わねばということで、ぜひこれを使ってみたかったんですね。それでは入ってみましょう。あ、この上なんですね。ありがとうございます。お預かりいたします。少々お待ちください。はい。ありがとうございます。なるほど。いい感じですね。コロナ前と比べると自由に取れなくなっちゃって、ちょっと寂しいんですけれども。うん、まあ、食べ物はこんな感じ。まあ、そんな混んでないのでいいですね。飛行機の出発が14時なんですね。で、今は9時34分なので、だいぶまあ余裕見すぎましたね。ゆっくり休みたいと思います。遅めの朝食です。ありがとうございます。いってらっしゃいませ。いってらっしゃいませ。ここですね。それではここで預けた手荷物を待ちます。もしかするとこちらのベルトコンベヤーには来なくて、係員が届けてくれるかもしれません。はい、自転車組み立てました。ところがですね、なんとこんなところで問題が発覚しまして、 STI レバーの根元からリアディレイラー側のワイヤーがこんな感じで切れてしまいました。なので今どういう状態かというと、リアディレイラーはトップの
ままに固定です。でこのまま走るわけにいかないので、なんとかして真ん中あたりのギアにこの残ったワイヤーを引っ張ってですね、止めてあげて応急処置をしたいと思います。まあこういった時はもう頭使ってサバイバルするしかないので、なんとかします。はい、なんとか応急処置完了。これでいいでしょう。これでテンションかけて中間ぐらいに止めます。あとは余ったワイヤーどっか巻きつけてあげれば OK。 これでなんとか走れますから大丈夫。結局無事に治りました。自転車屋さんがまあベストだなとか思って探してたんですけれども、手近にイオンモールの伊丹がありましたので、イオンモールの伊丹のイオンバイクさんっていうところに来て、直せますかねって言ったら、ちょっとうーんっていう感じだったんですけれども、お客様でやれますかってことで、シフトワイヤー買わせていただいて、その場で私が自身で直しました。工具とかちょっと使わせていただきました。どうもありがとうございました。おかげさまで275円で直りました。ちょっと宿泊先には、遅くなりそうだというふうに連絡を入れたところです。今これからまあ夜道ですけど、安全運転で向かいます。無事到着しました。ここがホテル北のプラザ6高層です。これからちょっと本当はポートアイランドとか行きたかったんだけど、ちょっと遅いんで無理かもしれませんね。とりあえずチェックインします。部屋で一休みしてめげずにメリケンパークに来てみました。今の時刻は夜の10時24分。まあ金曜の夜でですね、まあ人はいるものの、このご時世そのポートタワーのですねライトアップは9時で終わったらしくて、あそこにポートタワーが見えるんですけれども、まあ全然真っ暗ですね。なのでまあとりあえず来たぞっていうことだけで、まあ写真でも撮って帰ろうかなと思います。おそらく今回は2回かなんかに分けるつもりなのでですね、1回目の締めをちょっとその後付けで撮りたいと思います。昨夜遅く真っ暗なところでですね撮影した神戸のポートタワー、翌日来てみるとこんな感じになってました。すごく綺麗です。それと神戸と伊丹空港、2日目に関しては後編ということで分けてお届けすることになると思います。今回はちょっと観光ビデオ的で、なんかこうロードバイクの方々に有益な情報っていうのが提供できたのかっていうのがちょっと分かんなかったんですけれども、一旦ここで締めたいと思います。初日はいろいろありました。2日目のこれからも何か楽しいことがあるんじゃないかなと思っております。それでは最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。また次回お会いしましょう。